前節の勝利でこれで勢いに乗るのか東京ヴェルディです。ホームは大分トリニータ。大分銀行ドーム、審判団に続いて両チームの入場です。スタートとなりました。今季初めての4バックからのスタート、東京ヴェルディ、まあ、梶川再びボールを受けて安西光輝クロスを入れる。アランピネール頭でいく、上福本弾いた。完全に今ねフリーになって、まあ、コースも悪くなかったですけどね、よく上福本セーブしましたね。今いいところにクロスを入れてきました。こちら安西光輝です。ゴールに向かってくるボール、ヘディングでいく。フリーになりましたけどね。今一ついい飛び出しを見せました。井林ですかね、センターバックの井林明、東京ヴェルディのキャプテン。ボール面白くなってきた。シュート、ドーグラスに当たった。再び東京ヴェルディボールキープしてクロスを入れる。ヘディングでスラッシュ、シュート、入りましたね。決まりました。ドーグラスビエイラ、先制点は東京ヴェルディ。安西光輝のクロスからドーグラスビエイラ、2試合連続得点。前半16分、ゴールネットを揺らしたのは東京ヴェルディ。セカンドボールの対応力です。低いクロス、ドーグラスビエイラ、最後触っていく、入りましたね。これ追加点です。ドーグラスビエイラのあの技ありのテクニックシュート、今非常にあっけなく決まってしまいました。ドーグラスビエイラ、非常に難しいボールでしたけどね、よくバウンドを見極めて、まあ、少しこうつま先のような形に近いような形ですけどね、よく合わせましたね。